何ってまずあると思うんですが参政権を持つの賛成で参政権を持つ人が政治に参加するそういう団体が参政党なんだよとだから1票を入れてくださいではなくて一緒にやりましょうとみんなで政治に参加しましょうという、はい、そういうスタンスなんですっていうお話をしていますその時に知る学ぶ参加するって言ってるんですけど要は政治とか参政党を知る 全く知らない人の方が多いので今僕がテニスクラブ行くと10人に行くと10人とも知らないんですねはい参政党ということで次に学ぶというのは政治とは何かとか、うん、または今政治の仕組みもそうなんですけどどんな事柄が行われてるんだろうとかっていうのを知るといいよってことなんですね、はい、でこれはまあ日本人があんまり勉強してこなかった世界で僕もまあ知らなかったんですけどまあそういう知るっていう段階があるとあ学ぶとごめんなさい学ぶという段階があって知るがあって学ぶがあってで参加する で参加するは一票入れてくれではなくて、一緒に学んで何かやっていこうよっていう、こういうスタンスが参政党っていう、そんな感じでございます、ええええ、あの神谷さんの,あの演説とか、YouTube で何本かは、ね、拝見させていただいたんですけれども、本当に何て言うんだろう、すごい神はね、なんか天才的なところがありますよね。 天才っていうとちょっと言葉悪いのか、うん、なんだろうな思いが熱いっていうかでそれがなんかずっと昔からなんですって <laughs> 関係者に話を聞くと <laughs> だから機能機を作ったかあの人格ではないみたいな <laughs> でも何か日本を変えたいみたいなおかしいよこのままじゃってこうずっと言い続けていたようです <laughs> 逆にそういう思いを持ってるからこそ一度政治の世界に入ったけれどもなんかこうなかなか思うようにならなかったとか、うん しがらみが、うん、忖度とかしがらみがあったりとかして、うん、もう一回政治の世界が嫌になって、もう足を洗ったというか、もう政治は嫌だって言って、やめられたんですよね、一、うん、回ね,ね、そういうふうに、ね、言ってました。僕も街頭演説でしかその辺聞いたことなくて、うん、彼とはまだ5、6回しか会ってないんですよね。だ三3週間前に初めて、ズームで話したの程度なので。うんうん、でもやっぱりこういう時代ですから、本だけじゃなくて、このまあ、彼のが書いた本も。 神谷さんが書いた本も読みましたけども本だけでなく実際に YouTube を見たりとか会う機会があったりしてえとこの間パシフィコ横浜いつだっけな5月の8日の日曜日ですかに5000人ぐらい集まったんですねでそこでも僕も登壇をして話したり中宮さんも話したりでもまあお互いそういう場があるから控え室も行ってこいで会わなかったりとかなんですけどでも途中で会ったりとかで全部終わって えー、もう帰ろうと思ってほとんど会場に誰もいなくて僕一人っきりで帰ろうと思ったらある人に会って「あ坂上さん」って言われて「ご飯食べに行きますか?」とか言っじゃあ行こうか」とか言って、うん、行ったらそこにまた人がいてそこに神谷さん来たんですよなぜかみたいに<ー>なんかそういう感じで会う程度ですでもそういうところでね食事しながら本当どうだろう10人いないぐらいの人数でたまたまそういうふうに会ってるとこで彼はそういうところでも飾らないし うん、いい男ですよ、みんなからそう思われてるんじゃないかな、やっぱり。実際にお会いされて、会われて、どんな印象ですか、うん、僕はちょっと YouTube 上でしか、ちょっと動画しか拝見してないので、うんうん、わかんないんですけれども。はい、もやっていきましょうみたいな感じで、うんうん、でその酒飲んだときみたいなね、なんかちょっと本性が出るようなときあるじゃないですか、うんはい、そういうときも、全然乱れもしないし、うん、えと言ってることも一貫してるし、誰かをディスすることもないし。 ううんんあのうんうん立、う、派、んうんうん、だと思いますよ僕は。